どうもこんにちは。はい、こんにちは。はい、はい、今回の動画はですね、はい、まあ、ちょっといつもね僕らふざけてますけれども、うん、はい、ちょっとお伝えしたいことたくさんありましたので、それをですねお伝えするために撮らせていただいてます。はい、サムネでもね、あった通りなんですけど、はい、シンフォギア2の演出動画ですね、うんうん、あれのでちょっとね今ちょっと炎上してるっていうようなそんな状態なんですけれども、はい、あれの動画のまあなんか意図だったりとかね、まあ、僕らの思いだったりとか、うんうん、そういうところもちょっと伝えないと不十分だったよなというところもありましたので、それをちょっとお伝えさせていただければなと思ってるのが一つです。はい、はい、であとは今後の行動ですね、はい、というところにもちょっと触れさせていただければなと思ってますんで、はい、よろしくお願いします。はい、はい、ということでね、まずシンフォギア2の動画に関してなんですけど、あれに関しては僕らね、出したことに対してこう本当にすいませんでしたというわけではちょっとなくてですね、あの動画はやっぱりあの動画の冒頭にも書きましたけど、うん、やっぱ見てもらえる人、見たい人ってのは絶対世の中にはいると思ってたので、はいはい、その人にね、うん、撮れたらいいなって思って出した動画なんですよ。そうですね、はい、その人だけに見つけた動画ですね、うん、はい、です、はい、なんでね、まあオープンワールドなわけなので、はい、どんな人も見れちゃうわけですから、はい、そこに限定的にねこうお届けすることっていうのはちょっと難しいわけなので、はい、うん、まあ、今回こんな形で撮らせてもらったんですけど、うん、まあ、僕的にねあの動画を出していろんな、ね、ご批判だったりとか、はい、うん、まあ悪評価が低評価が多いだったりとか、うん、いろいろあったんですけど、うん、とまあ思うところあったのでねちょっとお伝えさせてもらうんですけど、はい、うん、まずですね、あの動画を見て、うん、僕らの意図ではないですよ、あの動画を見てちょっと不愉快になった方多少なりともいると思いますね。むしろ多い人が多いのかもしれないですけども、まあ、いるでしょうね、うん、はい、だからその人たちがね本当不快になってしまったことに対しては本当に申し訳ないなと思ってます、うん、すいませんでした、そこに関してはただやっぱり、うん、喜ぶ人がいるっていうのは分かってるので、はいはい、本当にもう今後もそういう人方だけちょっと見ていただければ嬉しいなというふうには思ってますんで、うん、それはちょっと続けてさせていただければなというふうには思ってます、うん、はい、うん、でもう一個大きく僕が思ったのはね、うん、僕らってもうちゃんとエンターテイナーなんだなっていうことがよく分かったなというふうに感じました。はい、うん、エンターテイナーとしてこういろいろやっていく、うん、ってことはそんなに責任も大はずなんですよ。立場がありますね、うん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 、僕らはね好きなこともう本当に善悪もなくねただ好きだただ楽しいって言ってやったことが全て受け入れられれば、うん、そんなすごいことはないし、うんうん、それはもう才能だと思いますしむしろ天才だと思うんですけど、やっぱそうではない部分、まあ、多少なりとも出てくると思うんですよね、うん、社会からすれば、うん、でそこっていうのはちゃんとこう立場をわきまえてこうできなかったなっていうところはちょっと僕の中で の反省点、うん、になってますんでね、うん、ちょっとそこは立場考えながら、うん、今後は活動させていただければなというふうに思ってます。はい、カラコ君か何かありますか。僕、うん、まあ、僕は思いとしては、うん、まあ、7月1日から去年始めて、うん、6月30日まで1年間パチンコで旅をしていきますよと、うん、いうのがあるんですね、うん、はい、でこの間は僕はまあ母にもね言ったんですけど、たとまあちょっとあれですけど、うん、死んだって連絡来ても帰らないからとこの1年間は、はい、うん、っていうぐらいの覚悟を言って出てきたんですよね、うん、だから何があってもパチンコ屋が嫌いっていう限り、続けるぞという思いで来ました。はい、うん、で、まあ、今回ねまあいろいろね意見があってまあ、それぞれの立場があるなっていうのはもちろん、はい、よく分かったんですよね、うん、はい、ただ僕らも、まあ、それが正解か不正解かは置いといて、うん、立場もあるし、うん、思ってる正義がある、うん、はい、僕はもう本当にね、まあ、まあ突き刺さってくれる人だけに突き刺さっていけばいいなっていうふうには思ってます、うん、うん、はい、まあ、そうですね、はい、うん、
まあ、僕らもね、エンターテイナーとしてね、はい、皆さんにやっぱり喜んでもらいたいっていう気持ちはもう全然たくさんあるので、そうですね、それはもちろん、はい、むしろそればっかりなので、はい、そんな風にね、今後も活動させていただければと思います、はいはい、なのでね、本当に不愉快にさせてしまった人たちに関しては、うん、すいませんでした、はい、あと今後の行動に関してですね、なんですけど、まあ、自粛中ですので今期間的にも、なので僕らはパチンコの方は自粛させていただきます、はいはい、ちょっとね、その代わりね、自粛した分だけ旅うちの、ね、期間をちょっと延ばそうかなとは思ってるんですけど、まあ、それまた決まり次第、皆さんにお伝えさせていただければなと、はいはい、思ってます、はい、であとはじゃあパチンコした間何するのかって言ったらですね、基本くっちゃねくっちゃねみたいな形になっちゃうと思うんですけど、その中でもね、少しでも皆さんに喜んでいただけるものをどんどん出していきたいなというふうに思ってますので、はい、パチンコ関連になると思うんですけど、演出とかね、打ちに行くとかじゃなくて、単純になんかパチンコのじゃあクイズやってみるとか、なんか新しいキャラ出てきましたよみたいなとか、はい、なんか真似してみるとか、まあ、そういう感じのこう企画系の動画っていうんですかね、はい、そんな風なものっていうのをただ、お出しさせていただいて、少しでもみんな喜んでもらえればなというふうに思っておりますので、はい、楽しみにしていただければなと。そうですね、はい、少なくても、まあ、この緊急事態宣言が解除されるまではっていう感じですかね、ですね、ちょっと状況がね本当に全く読めないから何とも言えないけど、本当そうですね、解除したらすぐ始めるのかって言ったらそうじゃないかもしれないし、そうかもしれないし、今本当状況明日もよく分かってない状況なんでね、ですね、はい、なのでね、まあ、皆さん同じ状況なのかとは思うんですけれども、はい、まあ、ちょっと状況をちょっと見ながらね、もう打っても大丈夫だろうっていうところまでは、はい、自粛させていただきますので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか最後になりますか。いや、もう、はい、大丈夫ですか。はい、いつもありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあ今後ともよろしくお願いいたします。はい、お願いします、はい。